1967年、イギリスで非常に衝撃的な飛行機事故が発生し、72名もの命が失われたのをご存知だろうか？この事故はブリティッシュ・ミッドランド航空542便墜落事故、通称ストックポート航空墜落事故、と呼ばれており、主な理由に燃料欠乏、という状態が関わっていた。ということは燃料切れしたってこと？いや、542便には燃料が十分にあったにもかかわらず、エンジンが停止してしまったんだ。え？これを解明するためには、事故当日まで時を遡る必要がある。1967年6月4日の早朝には、スペインのバレアレス諸島で休暇を過ごした大勢の観光客が、パルマでマヨルカ空港に集まっていたんだ。ここから帰宅って感じか。ああ。彼ら彼女らをイギリスまで運ぶため、あるチャーター機が手配されており、それがブリティッシュ・ミッドランド航空542便だった。なお使用されていた機体はカナダの航空機メーカーであるカナディア、のアルゴノートだったぞ。初めて聞く飛行機だね。だな。そこで私も軽く調べてみたのだが、この機体はダグラス社の DC-4 の一部の部品を、DC-6 の部品と交換してアップグレードした旅客機のようだな。そしてエンジンは英国製のロールスロイス社のものに換装されていた。性能を上げるために一部をいじった機体ってことか。そうだ。そしてカナディア社はこの機体のことをノーススターという名称で呼んでおり、ほとんどのノーススターはカナダの航空会社や、カナダ空軍で運用されていたようだ。なお、当時イギリスの国営航空会社だった英国海外航空もこの機体を何機か導入し、この飛行機をアルゴノート、という名称で使用していた。ふむふむ。英国海外航空は1949年から1960年までアルゴノートを使用して運航しており、退役させた後の1961年にブリティッシュ・ミッドランド航空が5機のアルゴノートを取得したという流れになる。もう使わなくなった機体を購入して運用していたってことだね。ああ。さて再び1967年6月4日の朝の話に戻そう。当日の朝6時6分、542便には乗員乗客合わせて84名が搭乗していた。ちなみにパイロットの方はどういう経歴の持ち主だったの？機長は元イギリス空軍出身、総飛行時間1万時間以上ある41歳の男性で、1950年代から DC-4 やその派生機に乗り続け、かなり機体特性に精通している人物だったぞ。ただベテランパイロットである彼の機長としての経歴は波乱に満ちていたんだ。どういうこと？事故報告書によると、機長は1964年にある航空機の着陸の際に、非常に大きな衝撃を伴う着陸をしてしまい、一度副操縦士に降格させられていた。そしてこの1年後の1965年に、改めて機長の任に就いたんだ。ほう？そして副操縦士は商用飛行の経験がわずか数年で、この日の朝にパルマに向かった際、ちょうど総飛行時間が約1000時間を達成した21歳の男性だったぞ。ということはベテランと新人の組み合わせってことか。またその他にコックピットにはグランドエンジニアもいたんだ。なんで空港で航空機の整備をする地上整備士の方がコックピットに？詳しい情報は見つからなかったものの、事故報告書によると彼は機体操作には関与しておらず、あくまでも機長や副操縦士から何か頼まれた場合のみ、その役割を果たすためにいたという。そんな彼らが乗っていた542便は無事に離陸をし、目的地であるイギリス北部のマンチェスターに向かっていた。この時操縦を担当していたのは副操縦士で、機長は無線通信や計器類の確認を担当していたぞ。そして太陽が徐々に昇っていく中、飛行は何も問題なく順調に進んでいたんだ。ふむふむ。なお現代の航空機ではこの区間をわずか2時間で移動できるが、1940年代に作られたプロペラ機を使用していた542便では、この倍の時間がかかる予定だった。ちなみに降り立つ空港はマンチェスター空港なのかな？そうだ。ただ当時まだこの空港は現在よりもはるかに小さい空港で、名前はリングウェイ空港と呼ばれており、滑走路は1本しか存在しなかったんだ。この滑走路は北東から南西に向かって伸びており、地域の風向きの影響で航空機は北西から滑走路24に着陸していた。しかしここにはある危険も存在したぞ。どんな？というのも、この方向から滑走路に降り立つためには、人口密集地域の上空を飛ぶ必要があったんだ。そのためこの飛行経路上に住んでいる住民たちは、
常に悲劇と隣り合わせとも言えた。実際1957年には、英国欧州航空411便が空港近くにある住宅に墜落し22名が亡くなったんだ。さらに密集地域へ目を向けると、そこにはストックポートという町が存在し、この場所の中心部は、まさに飛行経路の真下に位置していた。そして実際にこの日542便も着陸するためには、ストックポート上空で侵入の方向を合わせる必要があったぞ。なんか嫌な予感が。さて、現地時間の9時56分、南側からマンチェスターに近づいていた542便は、コングルトンという町の上空のウェイトポイントに到達。ここからこの機体は空港の北側へと向かい、左側に旋回して ILS に従って空港へ侵入する予定だった。この時542便は管制官から、高度約1000メートルまで降下する許可を受けたため、徐々に降下を開始したんだ。ここまでは順調だね。だがこの5分後の10時1分、パイロットたちがストックポートの上空で滑走路への侵入のために位置を合わせている時、突如として右側の2つのエンジンが停止した。いきなりどうして？この理由は冒頭で伝えた燃料欠乏だったのだが、まだこの時542便の燃料は十分にあった。じゃあなんで？なぜこのような事態に陥ったかを理解するために、この機体の燃料システムについて簡単に説明しよう。542便のようなアルゴノートには、合計8個の燃料タンクが存在し、各エンジンにはメインタンクと補助タンクのペアから、燃料が供給されるようになっているんだ。ふむふむ。また航空機にはクロスフィード、と呼ばれるシステムが存在する。何それ？通常エンジンとペアのタンクが紐づいているが、もし航空機が燃料漏れした場合などの緊急時、燃料をうまく調整して危機回避などをしなければいけない時がある。そういった場合に、他の燃料タンクから別エンジンに燃料供給をすることができるシステムがクロスフィードだ。なるほどね。しかし今回542便が遭遇したのは燃料漏れではなく、実はアルゴノートやノーススターのパイロットたちが、長年にわたって気づいていたある問題だった。一体どんなことだったの？1946年にカナディア社がこの機体を導入して以来、パイロットや整備士たちは、特定の計器やメーターの読み取りや、スイッチなどの変更がしづらかったことに悩まされていたんだ。特にその中でもクロスフィードシステムに関わるレバーは、かなりコックピット内で不便な場所に配置されていた。というのも、パイロットがシートベルトを着用して座っていると、エンジン出力を調整するスロットルレバーに、クロスフィードの調整レバーがほとんど隠れてしまうんだ。しかもこのクロスフィードレバーを、オンもしくはオフに完全に操作しても音や抵抗感はないため、確認は完全に目視に頼るしかない状態だった。でも手を伸ばせば届くでしょ？いや、しっかり座席に座っている状態では、副操縦士側からレバーまで手を伸ばすのは困難で、さらに言えば機長側からだと、完全にこのレバーには届かない設計になっていたんだ。は？そのため先ほど伝えた機体を操縦していた多くのパイロットたちは、クロスフィードシステムを誤って作動させてしまい、片方の翼の燃料タンクから、逆側のエンジンに燃料が送られてしまう危険性があることを把握していた。だからこそ彼らはこの問題について、イギリスのアルゴノートとカナダのノーススターについての報告を会社に挙げていたんだ。しかし、これらの航空機を使用していた少数の航空会社は、この懸念を製造メーカーに伝えることをしていなかった。なんで？このフィードバックがないことから、メーカー側も変更が必要であることを認識しておらず、パイロットたちはこの信頼性に欠ける燃料システムを持つ航空機での運航を余儀なくされていたんだ。そして542便の場合はこのシステムの設計上の欠陥に加え、パイロットの疲労が相まって事故の危険性を増大させた。もしや過剰に働いていたとか？いや、一応規定内だったのだが、542便の機長たちはこの時すでに13時間近くフライトしていたんだ。そして特に無線通信を担当していた機長については、管制官とのやり取りでしばしば誤った発言をしており、事故の調査官たちは、これが疲労から来る判断能力の低下だと考えたようだな。13時間はきつい。さらに調査官たちは542便のエンジントラブルが、着陸侵入のためのチェックリストを読み上げたタイミングで起きていたということに気づくことになる。もちろんチェック項目の中には、クロスフィードレバーがオフになっていることを確認することが含まれていたにもかかわらずだ。
それは違和感があるね。そう。だからこそ調査官たちは、誤ってクロスフィードを運の位置に入れてしまったため、マンチェスターへの飛行中ではなく、アプローチ時に急にエンジントラブルが発生したと考えた。つまり見えにくい位置にあったことと疲労から、間違って右側のエンジンへの燃料供給を止めたことに気づいていなかったってことか。だな。さて、ここからは改めて事故当時の状況に戻り、右翼の3番4番エンジンが停止した後に、どんな状況になっていったかを説明していこう。2個のエンジンは同時に止まったの？いや、まず4番エンジンが停止し、その直後に3番エンジンが止まったんだ。この時542便は滑走路に向かっていたわけだが、パイロットたちはエンジン故障の影響を大きく受けたことで、機体の制御が難しくなってしまい、予定していた進入経路から外れ始めてしまった。だがこの時パイロットたちは、2つのエンジンが故障していたとは思っていなかった可能性がある。どういうこと？というのも、後の事故調査の結果で判明することなのだが、機体は4番エンジンだけがフェザリングされていたんだ。何それ？フェザリングとは故障したプロペラの空気抵抗を減らすために、羽の角度を変える操作のことだな。そんな機能があるんだね。私も今回初めて知ったのだが、確かにプロペラの表面が風の影響をもろに受ける角度だと、エンジンが止まっているのに空気抵抗が大きくかかるため、機体制御が難しくなるのも頷ける。ただこの時542便の3番エンジン側のプロペラは、フェザリングは行われていなかったんだ。そうか。どっちも故障しているってパイロットの方々が気づいていたら、4番だけじゃなく3番もその操作をするはずなのに、片方でしか実行されていなかったから。そう。なのでパイロットたちは、3番エンジンの停止には気づいていなかった可能性があるんだ。なおこの時機体の操縦は副操縦士から機長に引き継がれていたのだが、3番エンジンが風の影響を受けて回転をし続けたこともあり、542便はだんだんと右に旋回していった。となると左への旋回は難しそうだから、右にぐるっと360度回転してまた滑走路を目指す必要があると。そうだ。だが全体的な水力の減少によって、通常の再アプローチのように上昇をし直すことは難しく、さらに滑走路に着陸するためには、どうにかして水平飛行する術を見つける必要があったぞ。でも水平飛行するなら左側の水力を落とす必要があるけど、下手したら失速しかねないんじゃ。かといって、最低限のスピードを維持したまま降下しても、傾いた状態で突っ込むことになりそうだし。そう。そのためパイロットたちはこの絶望的な矛盾する状態、つまり二律反面に直面してしまっていたんだ。ただ滑走路はまだ先だったため、管制官は542便に対し右旋回を続けるよう指示し、機長は機体を北、そして北東へと進めていた。だがこの時点で速度は右エンジン停止により徐々に低下しており、542便は機体の高度を維持することが困難な状況に。どうするの？機長は限られたエンジン水力の中、機体をできる限り長く滑空させ距離を稼ぎながら、最終目的地であるマンチェスター空港に再度着陸アプローチができるよう努めていた。そこで経路を調整するために、542便は再びストックポートの上空へと向かったぞ。10時7分、542便のスピードは時速約185キロまで低下しており、さらに高度も地上の建物からわずか数百メートルもないほどまで下がっていた。にもかかわらず、ほとんど空港には近づけておらず、機体はストックポートの中心部に向かって滑空しているような状態だったんだ。それってもう市街地に墜落しちゃうんじゃ。だがこの絶望的な状況の中でも、機長は諦めずに542便を着陸させられる場所を探したところ、この都市の中心部のホープズカー、と呼ばれる小さな空き地があることに気づいたぞ。そんなところで大丈夫？正直この場所では飛行機をどうにかするには十分ではなかったが、この時彼にとってもここが唯一の選択肢だった。なお機長がこの空き地を見つけ、着陸させようと判断するまでの時間はほんの数秒だったという。早い。またこの時地上にいた住民たちは、542便が最後の数秒で大きく左に旋回するのを目撃していた。さっきまでずっと右旋回していたことを考えると、少しだけ機体の制御を取り戻せていたのかな？そう考えられているようだな。そしてついに地上へ542便が降りる時がやってきたぞ。うまくいったのかな？機
長は空き地へ接触する寸前に、動いていた左側のエンジンをすべて停止させ速度を落とした。そして10時9分頃、542便は少し右に傾き、左翼が近くのアパートに接触してしまったものの、そのアパートやホテル、小売店などに囲まれたこの小さな空間にうまく落ちたんだ。おお？でも落ちたってことは？ああ、安全に着陸させるのは無理なことを承知で、無理やりこの場所に降り立とうとしたため、機体は地面に思いっきり衝突し、ほぼ墜落したのと同じようにバラバラになっていたぞ。なお事前に待機していたこともあり、最初の救助隊は墜落からわずか数秒後に現場に到着し、すぐさま乗員乗客の救出を開始。そして最終的にストックポート、マンチェスター、そしてチェシャーの消防署から合計35台の消防車が集結し、キングストリートウェスト消防署から125名の消防士が動員された。さらに建設現場で働いていた人や近くのパン屋の店主など含め、30名のボランティアが救出活動に関わったぞ。住民の方々まで、皆で力を合わせていらっしゃる。だがその一方で、救助活動に参加する人々の怒りに触れる人たちもいた。誰？それは約1万人いたとも言われる大勢のヤジ馬だ。この見物人に対し、8時間もの間救助活動に努めたある救助隊員は、みんなこの珍しい飛行機事故を見に来ており、警察が制止しようとしたが多くの人が強引に通り抜けていました。一時は廃屋の屋根の上に20名近くの人が立っていたほどです。と、怒りをあらわにしながらこの時のことを回想している。そして事故現場ではあれだけの人員が集まったにもかかわらず、機内に閉じ込められた人たち全員を助けるのは厳しい状況だった。どうして？一応10分間で12名の重傷者と、すでに亡くなってしまった人を機外へ出すことはできたものの、その後に燃料タンクの一つが爆発したため、救助隊はその場から離れることを余儀なくされてたからだ。さらにその数分後には炎が客室を覆い尽くし、消防隊が火を消そうと奮闘している間にも、機内に閉じ込められた人たちはその猛火によって焼かれてしまった。生きたままってこと？か。ああ。なお現場にいち早く駆けつけた一人であるストックポート警察のある警部補は、あの時機内から助けを求める叫び声が聞こえ、悲鳴を上げていた乗客の苦悶の表情が見えた。私はあの光景が今でも目に焼き付いていて、忘れることができない。と、後に語ったぞ。またこの当時、マンチェスター空港では、542便の搭乗客の家族や友人たち45名が待っていたのだが、彼ら彼女らは涙を流しながら、この事故が起きたことを空港の職員から聞いていた。そして墜落から30分後、専用ラウンジに45名が集められ状況が伝えられた結果、何人かの女性が気を失ったため、空港の救助隊が彼女たちの手当てをしたという。そうなってもおかしくないよね。ちなみに最終的には何人の方が亡くなってしまったの？乗員乗客合わせて合計72名がこの事故で命を落としてしまったんだ。なお乗務員の中で助かったのは、機長と一人の客室乗務員だけだった。え、まだ若かった副操縦士さんは、残念ながら亡くなってしまったんだ。なお機長は重傷を負っていたため担架で運ばれたのだが、その時ですら、何人脱出できたんですか？何人逃げることができましたか？と、乗客のことしか考えていなかったと、近くに住む住民は語っている。機長、ちなみに地上にいた人たちは無事だったの？ああ、機長の迅速な判断のおかげで町にいた人の中から死者は出なかったぞ。だがこの空き地のすぐ近くには町の診療所や住宅、高層ビルが立ち並んでおり、もしあと5秒遅く542便が墜落していたらタワーマンション群を直撃し、10秒遅ければ警察署に、15秒遅ければ病院に衝突していた可能性があるとされている。じゃああの限られた空間に機体をねじ込めたことは、今回の悲劇に隠された奇跡とも言えるのか。そういう見方もできるだろう。なお542便は尾翼とコックピット、そして翼の先端を除いてほとんど残らないほど焼かれて分断されている状態で、鎮火後の最終的な光景を見ていた当時21歳だったある消防士は、墜落現場は死体だらけでした。そして一部しか見つからない人もいたんです。と語っている。実際に事故当時に臨時霊安室を担当した警視によると、身元確認ができたのは体にほとんど傷のない6歳くらいの少女と、頭に怪我を負った副操縦士の2人だけでした。
その他の人たちは全員、見分けがつかないほどに焼かれてしまっていたんです。と、95歳になった時のあるインタビューで当時のことを回想したぞ。想像よりもひどかったよ。このフライトは恐ろしい結末を迎えたものの、生存者の中にはストックポートの住人の反応に対し、いい意味で驚きを隠せない人もいた。というのも、ある女性は重傷を負って入院していたのだが、彼女は病院で働く人から、住民の人たちが書いた多くの手紙を受け取ったんだ。これに対しこの女性は、会ったこともない人のためにここまでしてくれるなんて、ただただ感激でした。と事故後のインタビューで語ったぞ。それは嬉しいね。もう一度振り返ると最終的に生き残ったのは12名で、その中には機長も含まれていたのだが、彼は墜落時に負った怪我の影響なのか、まさかの状態に陥ってしまったぞ。どうしたの？なんと機長は一時記憶喪失になってしまい、飛行中の出来事を思い出すのに苦労したとされているんだ。初めて聞いたパターンだけど、確かにそうなってもおかしくないよね。ただそれでも病院にいる間に断片的に思い出していき、彼は調査官たちに、右側のエンジンが故障した後、機体の制御が難しくなりました、と話したぞ。そこで調査官たちはエンジンを製造元であるロールスロイス社に運び、分解して検査してみたのだが、機械的な異常は見つからなかった。じゃあどうやってクロスフィードシステムが作動してしまっていたことにたどり着いたの？それはやはりブラックボックスの一つである、フライトデータレコーダー FDR の存在が大きかったぞ。当時は今よりずっと限られた情報しか記録されていない FDR だったが、調査官たちは最後の9分間の飛行情報のうち、速度と高度の測定値を組み合わせることにしたんだ。すると542便が地面に落下するまで、継続的にエネルギーを失っている状態が確認できた。ふむふむ。そして542便が陥っていた速度でエネルギー状態が低下する唯一のシナリオは、2つのエンジンが故障してそのうちの1つがフェザリング、そしてもう1つがそうでなかった場合であることが判明したんだ。つまりクロスフィードシステムがオンになっていたってことだね。また、他にもラダートリムが完全に左の位置に設定されていることなどから、最終的に3番エンジンも停止していたはずにもかかわらず、パイロットがプロペラをフェザリングしなかったため、大きな空気抵抗が発生して542便が墜落したと結論付けられたんだ。ちなみにその状態でなんとか挽回できる方法はあったのかな？いや、一連の飛行テストにより、もし仮に542便と同じ状態になった場合は、飛行は極めて困難であることが証明されたぞ。そのため調査官たちは、パイロットたちがあの短時間で、墜落を免れるために取れる有効な手段はほぼなかった、と結論付けた。じゃあ機長さんのあの迅速な判断は、あの場で取り得る唯一の策だったと言えるってことか。だろうな。実際に調査結果では機長に事故の責任はない、とされたしな。だがこの事故は、彼のパイロットとしてのキャリアにピリオドを打つ結果となった。え。というのも、機長は怪我の影響もあり、2009年に亡くなるまでの間、もう二度と飛行機を操縦することはなかったんだ。そうだったのか。なお事故調査委員会は事故後、ある一つの勧告を行った。それはノーススター、アルゴノート、及び類似の燃料システムを持つすべての飛行機の運航会社に、パイロットたちが燃料の状態を必ず把握できるようにするというものだった。ごく当たり前のことのように聞こえるけど、それは今の時代を生きているからってだけなんだよね。ああ。そして今日、今回のような事故は航空史の中で特に注目を浴びるようなものではないのかもしれない。ただ事故現場には、この悲劇が起こった場所に今も記念碑が存在する。事故はいつでもどこでも起きる可能性があるからこそ、私たちは時々でもいいから時間を作って、現場や記念碑の元に行って、見て、思い出す必要があるなと感じたよ。さて今日はこの辺で終了しようと思う。ご視聴ありがとうございました。